盛況、県内空前の家康ブーム、感じている方も多いと思いますが、ゆかりの地を巡るですねツアーが今もう国内外からということで大人気なんだそうです。今空前の家康ブーム、県内では家康ゆかりの地を巡るバスツアーが大盛況です。こんだけたくさん今ブームで来られてますよね。日本平のロープウェイにしても時間によっては、渋滞になってロープウェイ待ちぐらいの日もあるくらいですから。県内外から家康を求め集まる人たち、このブームをさらに盛り上げる秘策も。はい、その上の観光バス、その上の観光バス続々と入ってくる観光バス。おととい、日本平ロープウェイ駐車場はご覧の通り、普通車90台、観光バス15台を止めることができる駐車場はあっという間にほぼ満車に。平日にもかかわらず、おととい1日だけで30台のツアーバスが訪れました。そのツアー名を見てみると、多くが家康ゆかりの地を巡るツアーです。続々とバスから降りてくる観光客、中にはインドネシアやイタリアからの観光客の姿も。家康ゆかりの地名、そうそう、その3つのお城を巡るというツアーなんです。どこ行ってもこんだけたくさん今ブームで来られてますよね。静岡自体がもう家康ブームに沸いてるじゃないですか。福岡と鹿児島からの観光客を乗せていた県内の観光バス会社の添乗員も家康ブームを実感していました。今家康ゆかりの地を巡るツアーっていうのは人気ですか？人気です。結構お客様来ます。日本平と駿府城も行きます。家康という存在の大きさに、我々も本当にびっくりしている状況で、遠方もしくは近隣の人たちも非常に増えていると思います。この日本平のロープウェイにしても時間によっては渋滞になってロープウェイ待ちぐらいの日もあるくらいですから。日本平と久能山東照宮を結ぶロープウェイは通常10分から15分間隔で運行していますが、おとといは団体客が増えたこともあり5分間隔で運行していた時間もありました。大盛況の家康ゆかりの地を巡るツアー、東京の旅行会社は昨年電光旅行支援が10月からスタートしたとともに、テレビ番組でも特集されるようなことが増えたのかなとも感じました。徐々に認知されて、あと人気のツアーとなりましたね。全国旅行支援は都道府県ごとに実施されていて、予算額に達しキャンペーンが終了してしまった県もありますが、静岡県では今こそ静岡元気旅を来月末まで実施する予定です。宿泊旅行の場合最大5,000円、日帰り旅行の場合は3,000円割引を受けることができ、地域クーポンもついています。旅行支援があるっていうのは大きいですかね？大きいです。今こそ静岡元気旅は来月終了予定ですが、県では家康ブームなどをきっかけに機運が高まった静岡へのバスツアー人気を継続させたい考えです。家康ブームというのもですね、チャンスにですね、この旅行業界、観光業界がですね、より活性化するように取り組んでいきたいというふうに考えています。今こそ静岡元気旅がですね、6月30日までとなっておりますので、そこからですね、切れ目ない支援を静岡県としては行っていきたいというところもありますので、団体バス旅行に対して助成金を出すと
いうようなことをこれからですねやっていきたいというふうに考えてございます。県は回復途上の旅行需要を本格軌道に乗せるため、来週月曜日以降に静岡県を目的地とした旅行で貸し切りバスを利用する旅行会社に対して支援金を交付します。宿泊の場合はバス1台あたり3万円、日帰りの場合は2万円、その他駿河湾フェリーを使うなどの条件を満たすとバス1台あたり最大7万円が支援されます。対象期間は来年2月18日までです。ますます追い風の家康ブーム、家康ゆかりの史跡久能山東照宮では旅行ツアーのですね内容っていうのが、その徳川家康というのをテーマにしたツアーが増えているっていうところもありますので、そういう関心の持っている方が多く訪れているっていうのは嬉しいことですし、今まで静岡には来ていたけど久能山東照宮などには来たことないっていう方もですね、初めて来たよなんていう方も結構いますので、今年はですねそういった意味では本当に良い年になっていると思います。はい、そんな連日多くの観光客が訪れている久能山東照宮の境内で売られているあるものが今話題を呼んでいます。それが天下分け目の決戦関ヶ原の戦いと豊臣家を滅ぼした大阪の陣で家康が身につけたとされる志田具足の前立てがデザインされた御朱印帳です。平日は20冊から30冊、土日は60冊から70冊、ゴールデンウィークはなんとおよそ100冊も売れたということです。一昨日も人気の御朱印帳を購入する人が。金色で黒バック黒なんで高級感はありますよね。久能山東照宮に家康公が祀られているっていうことで、買うなら久能山東照宮かなと思って買いました。デザインが素敵だったのですごい気に入っています。振り返った時にですね、この御朱印帳、あ、そういえば東照宮久能山で受けたなっていうふうなことを思い出していただいて、またそのデザインにですね徳川家康公のその人となりといいますかものもデザインされてますので、あ、家康公のお祭りされてる場所だっていうことをまた思い出していただいて、また再びですね足を運んでいただけたらありがたいなと思います。家康ゆかりの地を巡るバスツアーや御朱印帳、家康ブームは県内観光の回復を強く後押ししています。